ファイルをアップロードしてインボイスを作成する方法についてご案内いたします品目数が多い場合はアップロード機能を使用するととても便利ですアップロードしたデータを活用してインボイスの作成が可能ですなおアップロードファイルはファイルガイドラインを参照しガイドラインに準拠したファイルを用意してください 作成やアップロードに関する注意点につきまして別途動画を用意しておりますのでこちらをご覧くださいそれではファイルをアップロードしてインボイスを作成する方法をご案内いたします発送人受取人の入力の後、出荷情報が表示されましたら非書類をクリックします次に 輸出の目的を選択します。品目情報の提供手段は、アイテムの詳細をアップロードします、を選択します。はじめに、アップロードするファイル形式を選択します。次に、フィールド区切り文字を設定します。ファイル内の各項目が、 どのような記号で区切られているのか指定します。次に、文字列のイニオフを設定します。CSV ファイルをアップロードする場合は、ダブルクオーテーションをセットしておきましょう。文字コードの選択は、UTF8 を選択します。続いてファイルをアップロードします。ファイルを参照をクリックして、 アップロードファイルを選択してください。アップロードが完了しました。プレビューするをクリックすると、アップロード内容を確認することができます。なお、ファイルのコピーをダウンロードをクリックすると、アップロードに成功したデータを CSV 形式でダウンロードすることが可能です。 アップロードした品目が250品目未満であれば別の品目を追加をクリックし手入力で品目の追加が可能です品目詳細を作成ボタンを使わずに品目詳細を直接入力することができます数量は1以上の整数のみ小数を含む値は設定できません単位はリストから選び直すことができます 金額は小数第5位まで。アイテムごとの重量は小数第3位まで入力が可能です。原産国は検索し、リストから選択します。統計品目番号は22位です。空欄も可能です。なお、現地の輸入用の HS コードとフ i ッチがありますと、黄色い注意メッセージが表示されますが、緑色のチェックがついていれば、 そののままの桁数で進むことができます品目リファレンスを追加にチェックをすると品目ごとにシリアルナンバーや発注番号などを設定することができます内容明細の集約は2品目以上の場合に表示され入力内容は運送上に印字されます 荷物に含まれる代表品目を入力してくださいその他の費用を追加することができます該当の費用を選択し金額を入力しますリファレンスは任意設定です運送保険をかける場合はチェックをして品目価格と同額を指定します イインボイス価格ではありませんまた品目価格を超えるとエラーになります次へをクリックします MyDHL+ でインボイスを作成する場合は DHL フォーマットインボイスを作成を選択しますインボイスの詳細のインボイス番号や備考欄は任意設定です 必要に応じて入力してください輸入者を設定する場合は「はい」にチェックを入れ関係者当事者を追加のボタンをクリックします直接入力も可能ですが住所録から呼び出して反映させることも可能です最後同意して続行をクリックすると運送上とインボイズが完成します ありがとうございました。